36歳のアナウンサーにして最大の娯楽はアニメ、ゲーム、漫画、日本放送アナウンサー吉田ひさのりがお届けしているミューコミプラス、今夜のゲストはトップアイドルをお招きしてますが、トップアイドルにして僕らの味方、この方でございます。はい、皆さんこんばんは。まゆゆこと渡辺まゆです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本放送にもいろんな番組がありますけども、はい、そしていろんなとこ出ていただいてますけども、一番アニオタが聞いてる番組がうちの番組です。そうですよね、もう嬉しいです。ありがとうございます。お久しぶりですね、この番組で。番組的には、はい、実はなんと2年4ヶ月ぶりっていう風に聞いて、そんな経ってると思わなかったです。ちょっとそうなんですよ、つい最近のような。ね、またアニメだったりとかネット関係のお仕事になると、ちょっと僕がね、日本語とは関係ない仕事でお邪魔させていただいてることがあり、うん、そうですよね、はい、実はもうこの日曜日ですけど、はい、あれですよ、狙われた学園の、はい、大ヒット音で舞台挨拶というのがありまして、はい、そちら舞台挨拶登壇者が渡辺さんだけだったんですよね。そうなんです。一人だけで、そのお一人の舞台挨拶の司会が僕だったっていう、はい、ことで、なんて言うんでしょう、もうトータルで言うと多分1時間ぐらいはがっつり喋ってるんですよね。そうですね、がっつり喋りました ね、二人で。そう、それなのに、はい、まあ、狙われた学園の話を当然するわけですよ、はい、でも一番渡辺さんのテンションが上がってたのは、多分小野大輔っていうタグが出た瞬間ですからね。そうですね、今回ね一緒に出てらっしゃいますもんね。はい、共演させていただきましたもん、光栄です。でもその瞬間に言いたいことがいっぱいあるわけですよね。まあ、はい、本来は、まあ、はっきり言いましょう、狙われた学園の現場で他の話はなかなかできないから、僕らはお互いにその瞬間に湧き上がってくる黒羊みたいな言葉を飲み込んでるわけですよ。もういろいろなものを抑えながら必死に。そう、はい、ですよね。そうなんですね。最近こうなんか好きなアニメはみたいなことになると、何が本当はグッときてるんですか。最近は昔の作品なんですけど、銀河英雄伝説に。また本物の人が動かない動きをしている。今銀エデンなの。銀エデンで、はい、それってだって舞台がちょっと前にあって。そうですね、この間なんかこの間とか宝塚歌劇団さんでも。あ、そう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 、やってて、うん、あ、そうか、宝塚きっかけ。宝塚きっかけで、はいはいはい、やるってなって、うんうん、でそのいろいろ原作の小説とコミックと DVD ボックスを全部揃えて動きが早い、早速揃えまして、見てみたんですけど、うん、なんでこんな素晴らしい作品をもっと早く見なかったんだろうと思って。今日も話聞いてて思ってたのが、そう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 、未来人が出てくる話ですよ、狙われた学園自体が、はいはい、で未来人が出てきてどんな設定の未来人がいいかって言ったら王様とか貴族とかっていう風に言ってましたよね。はい、元々それ高貴なものは割とお好きなんですよね。もう昔から大好きで。あ、じゃあってことは当然帝国の方。そうですね、まあいやもう好きですけど、やっぱり帝国軍が、うん、暑いですね。ああ、はい、帝国の中でもいろいろいますけど。最初見た時は普通にまあラインハルト様が、うん、もう金髪でお美しくてキラキラって感じでかっこいいなと思ったけど、最近、まあ、前からですけど少年も好きなので、うん、ヤンと一緒に暮らしてるユリアンもすごく可愛くてたまらないなと思って、うんうん、あ、一緒に住みたいなみたいないろいろ考えたりしていて、やっぱり、キルヒアイスですかね。あ、そこね、はい、あ、でもわかります。これね、なんだろうな、成熟の具合で言うと中級ぐらいまで来ましたっていう感じですよ。一番初めに通るところを通ってみたいな、今そういう自分で自分好きになる作品ってこれどういうルートで好きになってるのが多いんですか。お仲間、あ、お友達からの情報とか、はい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 、そこだと今何ですか。私の周りだとなんだろう、みんなジョジョとかなのかな、やっぱ。ジョジョね。見えてないんですけど、録画したまま。あ、出た。録画したまま見られてない。もうやばいです。これの本物っぷり。たまりすぎですもん。いや、そういうやつもある一方で、オリジナルもので言うと、サイコパス見てます？見てないです。見てない。もうサイコパスですよ。本当ですか？今シーズンは。僕はもう個人的には好きすぎて、この番組で一回特集をして、で、元廣克行監督、踊る大捜査線の、はいはいはい、あの方総監督ですから、はい、来てもらって、喋ってもらってるのを、うちの昼の番組のアナウンサーが聞いてて、上柳雅彦アナウンサーの番組になぜか僕呼ばれたりしてますから、元廣監督は、一度 AKB のミュージックビデオを、あ、そうだ！エブリデイカチューシャ。はい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 。監督していただいて。ええ。
ご縁があります。いやでも本当にこうやってあのアニメ好きな人たちって、まあ僕もそうですし、うん、でも本業アナウンサーあるじゃないですか。はい。で、渡辺さんも当然こう、はい、アイドルっていう本業があり、うん、はい。同時にアニメファンじゃないですか。はい。でもこう職業を超えたところでアニメ好きだといろんな人と仲良くなれますよね。なれますよね。さっきの銀エデンとかもそうでしょ。はい。みんなさ、小さい時アニメ好きじゃない。はい。で、いつの間にかみんな辞めてるでしょ。なんで辞めるに至るんですかね。そう。なんでだ。なんかみんな卒業とか言うんだけど、え、俺の学校卒業式ないんだけどっていう。なんなんですかね。小さい頃はほんとみんな見ますけどね、うん。卒業とか考えたことないです。僕も考えることない、うん。全く卒業する必要はないと。そうですよ。必要がないですよ、卒業する。で、卒業するしないで、逆にこう、そこの近くの業界で、まあ、仕事されてるわけじゃないですか。はい。そうすると、だんだん中の方に入れてもらえる感っていうのがちょっとずつ出てきてません？自分がアニメの中の人になるような。うん、あ、はいはい。まさに狙われた学園の夏希ちゃんなんてそうじゃないですか。そうなんですよね。正直ね、いろんな人がアイドルいるじゃないですか。で、はい、アイドルの人が声優をやるみたいなことって初めてのニュースじゃないと思いますけど、うん、そうですね。好きな人として、あの、やっぱりアニメの中に入ってやることの意味ってものすごく感じるわけですよね。感じます。ね。で、それが、だからこう、狙われた学園とかでも多分分かる人には分かってて、すごい伝わってると、思いますよ。うん、事実、あの画面の美しさについて、ちゃんとブログで言及してるのを見たときに、うん、分かっとるなって思いながら。いや本当にもうすごいですね、ええ、でそれで自分の音楽活動の方も、はい、そういう業界のものすごい人たちに協力してもらって作れるようになってきてるじゃないですか。そうなんですよ、ええ、夢のようです。実はその今回いやー今これ完全生産限定版、完全生産限定版が楽しいんだ。完全なる、ええ、限定版です、こちら完全生産限定版に、これいただいて持ってきたんですけど、これすごいよね。すごくないですか。今テンションが2つ上がったの分かりますか。渡辺真由さんのテンション2つ上がりました今もう、ね、これが夢です。もうやばいですねこれは。これあのご自分のアイテムですけど今テンション上がって自分で仰いでる仰いでる、何かというと今回はあの光る者たちという、まあ、新曲が出て、さっき言ってたね、あのさよならの橋というあのこうマネられた学園の新曲も入ってるんですけど、それだけも入ってるんですけど、はい、この光る者たちの、まあ、PV のイラスト、あの、衣装のデザインとかもしてくれたのが、先週うちのゲストだったんですけど、あきあかねさん。その、あきあかねさんがデザインした上に、あの、ジャケットイラストも、はい。書いてらっしゃる。そう。わけじゃないですか。です。はい。で、それだけでもすごいんだけど、それだけで済んでないんですよね、今回ね。そうなんです。完全生産限定版には。はい。すっごいいろんな方々の、こう、イラストが、そうです。イラストブックに、人気、有名、やばいクリエイターさんの皆さんがもうやばいですね。すごいよね。総勢12人のクリエイターさんに書いていただいて、本当個人的に昔から大好きな方もいらっしゃるので、最初にこの企画出た時にどんな人がいいかなってスタッフさんが話してて、やっぱり自分の意見入ってるんですね。完全に入ってます。でもそうじゃないと、あのそうじゃないとこの本物のチョイスはできないと思ったんですよ。ってなって、ちょっといいんですかねみたいな、私の普通に大好きな方とかなんかをお願いしたら書いていただけるんですかねみたいな感じで普通にお名前を出して依頼をしたら、あ、じゃあ、 あの勝手に自分で言いづらかったらこちらでそうじゃないかなっていうのをあの言いますんで、その時になんか声出していただければ、はい、種村アリナさあ、これのリアクションはどうなのか、おそらくジャンル的な何かが、はい、あったんですかやっぱり。はい。あ、じゃあもうこの辺の、あの、やりとりで、もう読み取れる人たちだけのご情報ですよ、これは。いや、本当に。種村先生ってさ、はい、本当にもう、私の、本当なんか、夢見る少女を生きていた時代とかに、まあその、私が一番熱く見ていたのは、まあ、神風怪盗ジャンヌを、うんうん、まあ、もう学校で友達と、一緒に、うんうん、漫画読んだりアニメも友達の家で一緒に見たり、ごっことかしますよね。しました、めっちゃしました、ね、めっちゃしますよね、めっちゃして、本当にもう私の世代女子からしたら本当種村先生はもう素晴らしいお方じゃないですか、有名ですし、本当なんだ、最初その種村先生の名前出した時にさすがに書いていただけないかなと思ったら、まさかの OK をいただいて書いていただいたんですけども。だもうめちゃめちゃ贅沢なメンバーで作った、はい、まあ、ある意味これは渡辺舞オンリー本ですよね。もう本当に個人的な趣味しか詰まってない。うん、申し訳ない。で、これがついてるんですけど、これのきっかけになったのは、またこれ八王子 P さんが
はい、ね、編曲今回してて。そうなんですよ。ものすごくエレクトロな感じの。もう。さっき一瞬流れてたね、あの、さよならの橋の方、はい、ものすごく懐かし歌謡ですけど。そうです。こっちはこう、最先端な。最先端、近未来な感じで。うん。はい。いや、もうコスチュームも、これが PV になったりするんですよね。またね。そうなんです。ね。実際私が歌う時に着る衣装も、うん、この、秋谷茜さんデザインの衣装を完全再現していて。うん。ぜひ生で見ていただきたいです。すごい。それすごいだろうなぁ。すごい。あの舞台挨拶で、あの、ネラー学の夏希ちゃんの制服を着たんですけど。はい、そこが完コピでしたね。はい、ええ。いや、それ以上にも、あれもすごいですけど、この光る者たちの衣装も、やばいですね、うん。これで重要なのは、あの、こう、そういう衣装というのは、まずルックス的に着こなせるっていうのが重要じゃないですか。もう一ポイント、精神的に着こなせてるってところが、中身から。渡辺さんの大ポイントですからね。はい。じゃあ、それではその曲聴いていただきましょう。今日、紹介お願いします。はい。それでは、聴いてください。渡辺真由で、光る者たち。お聴きいただいているのは、本日のゲスト、渡辺真由さんの新曲、光る者たち。ですけど、はい、さっき言ってたこの完全生産限定版ですか、はい、ついてるイラストを見ながら、いや実はこの人はみたいな話聞いたんですけど、すいません、ほぼ全員ちょっと、まあそうですね、言ってしまえばもう、もう自分 あの好きな人でこれで聞いたら完全に、ね、いろんな人がめちゃめちゃ書いてくれてるんですね。そうですよ、こちらはですね、11月の21日に発売になりますんで、もしかしたら大きめのお店だったら今からでも予約とか間に合うかもしれないですね。ね、チャレンジしてみてください。ってことで、光る者たちはさらに購入者のプレミアム特典もあって、はい、発売記念のソロライブが1月の13日の日曜日は愛知であって、1月の19日に千葉で、はい、幕張メッセ国際展示場9ホールで、他にもドッキドキお楽しみ会っていうのを1月の14日に、うん、神奈川県横浜大桟橋ホールですね、こちらであるそうなんですけど、はい、これも中身ものすごいいろんなこと、ものすごいです。今回もね、グレードアップしています。毎回結構いろいろやってるんですけど、今回はもうすごいですね。こんなことしてしまうんですね。一つ一つ言っていくと大変なんですけど、はい、書き初め会とか告白会とか、はい、アフレコ探検会とか、お渡し会とかイラスト発表会とか、あとは紙席ご招待とか、はい、もうとんでもないことになってますんで、詳細は多分ホームページとか見ていただくのが一番いいと思います。そうですね、はい、でさらにもう一個、まゆの超絶可愛いグッズプレゼントというのがあるんですが、ジャケット写真で、まゆが使っていた透明パネル直筆サイン入りと、さっきサインしてきました、はい、あ、そうなんだ、はい、じゃあもうついさっきこれが間違いなく誰かにはプレゼントされるし、一名に、はい、あとあのさよならの橋って、47都道府県の可愛い制服、を、渡辺さんが全部身につけて、はい、PV に出てくるっていうのがあったそうなんですけど、はい、その、制服コレクションの大集合 B 前ポスター直筆サイン入りの3名様、はい、いろんなことやってますね。やってます。いろいろやりましたね、今回は。あとはこう、はい、生チェキとかオリジナルポスターとかもそれぞれサインが入ってプレゼントされるみたいですけど、はい、こういうのもなかなか難しい。みんなそうだとは思うんですけど、一生懸命アイドルがやってる中で、一生懸命だけじゃなくてかなり趣味的に楽しんでる感がそれぞれで出てるんですけど、ね、楽しんでますね。楽しんでる。完全に。あ、やっぱり、うん、もう仕事も楽しいし、自分の趣味も楽しいし、もう全部楽しく生きてます、うん、毎日。そうなんですね。はい。ということで今日の、ミュコンプラスゲストに登場していただいたのは、渡辺真由さんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。